どうも、お疲れ様です。即課塾の久保です。おはようございます。3月30日、朝6時の相場解説になりますけども、今日はですね、見極めの曜日になります。まあ、木、金ということで、あと一勝負、二勝負かけていって、今週も気持ちよく終わりたいなってことですよね。で、今週はですね、月、火は概、ね、おおむね、想定の通りに行きました。そして、火曜日の夕方から水曜日にかけては、修正しながら、やっぱりうまくいきました。 木曜日っていうのは大きな分岐点が現れましたんで今日はそのことをお話していきたいと思いますまず前提としてですね、えー、この週足ですけど週足じゃないや、日足なんですけども全体的に下下げ圧力があるのは何度も申し上げたとおりですその中で1個大きくねドカーンと突き上げてるそんな日がありますそれが昨日なんですよ 昨日がね、大盤狂わせで、私はね、このまま129円のところまで沈んでいくんじゃないかなと、この1週間見ていたんですけども、今百、ね、132円を大きく超えて、133円になりそうなところまで価格上昇してるんですよね。じゃあもう、129円とか130円に落ち着くことってのは、まあないと思います。行っても131円。もしかしたら133円っていう線になってきましたんで、大幅な軌道修正をしなければならないってことになりましたんで、見極める。 曜日になったったてことですじゃあ4時間の方を見ていきますよ4時間の方を見ていくとさあどうでしょうかズバーンと陽線がドーンと来てますねその中でこちらの方に力点がかかっていってね、まあ、正確にはもうちょっと先に力点があったわけですけどもこちらの方からどうも下に跳ね返されることなく上にいってるのかなどうかな っってていう風になってます、えー、と3時間ほど前の FX オリガルヒの相場解説ではもっと細かくいきましたけども今回ですね大きく、えー、こういうふうに考えていかないといけないかなっていうところですねまずはここに W が見えるでしょで W のネックラインは当然ここなんですけどもここを超えちゃったわけですよで W は右辺が強いですから大きく上に跳ねる可能性が今4時間では見えてますただしこの抵抗体があるわけですよ こっちの抵抗体の方がダブーを見た時には強いわけなんですよねしかも安値圏底根のところからのダブルですからこっから大きく上に跳ねる可能性十分ありますその中でこの抵抗体が最後まで今頑張ってるところなんですよね1時間で見るとよくわかりますけども1時間ではこちらの抵抗体を横に伸ばしてこういうふうに見ると 今まさに上に行くのか下に行くのか迷ってる状態です前回の FX 折り返しの相場回数の時には23時間後に分かればいいなと思ってたんですけども当然そんなに早く分かるわけなくてこれは午前中一杯を見たいの方がいいですねということで本日3月30日の午前中一杯はここを上回って上に抜けるのかそれとも跳ね返されて下の方に収まっていくのかまずここの見極めをしなければ次のアクションが起こせないよってことです 当然抜けた方向についていくのは言うまでもありません。ですんでね、えー、今日もその一点だけを見てエントリーを決めていきましょう。それでは今回以上です。また何か動きがありましたらあの途中で放送しますけども、基本的に今日はね、もうあと夕方しかしません。そんなこと言ってて途中でね何回も放送追加したりすることが多かったんですけども、今日はもうそれほどまで必要ないと思いますんで、まああと締めの放送だけにしようかと思いますね。はい、じゃあお疲れ様です。今日一日有意義にお過ごしください。